続いてフットワーク、ブレイキンのフロアで踊るステップです。ブレイキンのダンスはフットワークと言われているぐらい、ブレイキンのダンスで使われるこういうなんかガガガガッとこう床でやるようなやつです。でこれの、基礎、まず、6ステップですね。6歩をレクチャーしたいと思います。まず分かりやすいように、こういう四つん這いでちょっと内股で膝を軽く上げます。これをゼロだと思っておいてください。でここからまず1本目、左足を横に出します。この時にしっかり肩に体重乗っけるようにしてください。で2歩目、この後ろの膝に右足を入れます。で3歩目、このかかってる足を足で円を描くように、半円を描くように出します。で引きます。これで3で、4歩の時こっち足で半円をまた描くように外から回して、右手に体重を乗っけて4歩で、5歩左足後ろに引いて、で6は最初の0に戻ります。で僕たちは今、さっきやったチェアが左側なので、フットワークをやるときは時計と逆回りのなります。で右手でもしチェアがやりやすい人はこの6歩のフットワークを左回りでやってください。時計回りでやってください。せーの、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、6ステップ。